ウィースシャムです。ということで、今回はこういったね、アビの作り方紹介していきたいと思います。これね、マジで思った以上に簡単なんで、もう覚えたら勝ちですね。ということでやっていきましょう。でやっていく前に、この素材なんですけど、このサイトですね、ピク、なんて読むの、 PIXIAI じゃない、 A ね、BAY のサイトで、なんかソードって調べたら英語でなんかいっぱい出てきて、そこにあったなんかこのこれね、わかる、これわかるよね、今映ってる右端に映ってるこの画像が、多分元画像なのかなと思います。はい、でそれを使用して、今回は作っていきたいと思います。ということでやっていきましょう。でまあロゴの立体化は今日も省きます。で立体化動画ね、見たい方は初心者向け動画っていうのがあるんで、それ見てもらえたらね、立体化から解説してます。で今回はアミューズのロゴね、まあいつも通りもうアミューズのロゴ使っていきます。でなんかそのアミューズのロゴ、この俺がいつも使っているロゴ借りなんかくれませんかとか、配布してくれませんかとかあるんですけど、これチームロゴなんで配布はできないです、申し訳ないんですけど。要はこのチームを象徴するロゴなんで、もうこれ配布しちゃうとね、チームの意味なくなっちゃうんで、このチームに入った人が使えるロゴなんで、アミューズっていうねデザイナーチームですね、これは。なのでこれは配布できません。なのでね、自分の好きなロゴを使ってください。はい、じゃあまあこんな感じでやっていきましょう。じゃあね、まずこの1のレイヤーに先ほどのね保存してる画像を読み込みます。まあ、僕やったらこれですね。まあ、ちょっと黄色のやつなんですけど。じゃあ、まあ大体、どんぐらいにしようかな。まあ、足がちょっと、下にピーンと張るぐらいで、いっかな。よし。そしたら、こうしたらね、まず決定をします。で、キャンセルですね。で、そしたら、こいつ複製します、まず。で、複製して、こいつをここに持ってきます。で、下にクリッピングして、オーバレイ。で、オーバレイした後に再度落とします。はい。でもこれ結合しちゃいます。で、次、2のレイヤーをね、持って複製します。で、次ね、ここに持ってきます。そしたら下にクリッピングして、あ、ごめんなさい。これ忘れてました。これね、今、僕、4のレイヤー、色違うじゃないですか。真っ白じゃないので、この色に合わせてください。で、色の合わせ方は、まず4のレイヤータップして、フィルター開いて線画色変更で、サイドをねマックスまで落として、大体明るさをね、まあ、60ぐらいでいいかな、60ぐらいにします。で決定ですね。でそしたら2のレイヤー複製して、この上に持ってきて下にクリッピング、そして、サイドをねマックスまで落として、普通テラをします。このねレイヤー開いてで、オーバーレイを押すとね、こんな風に色が入っていきます。はい、ここまでできたら、もうこれ結合しちゃいます。結合。はい。そしたらまたね、ここで2のレイヤーを持ってきます。2のレイヤーに合わせて、また2のレイヤー複製します。で、複製したら、この複製したレイヤーを一番上に持ってきます。で、あとはもう消しゴムで、必要ない部分消していくだけなんですけど、ここ消しゴム使うときなんですけど、消しゴムの種類は、基本的にはまあエアブラシ。標準からまあ何でもいいです。三角でも台形でも。まあ、僕、エアブラシ標準よく使ってます。で、まあ、ある程度の太さにしたら、こういうふうに、必要ない部分をね、消しゴムで消していきます。こうやって、ロゴがね、ロゴをこう出していきたいので、こうやって消していきます。こういうふうに。で、ちょっとね、ここ、下あるじゃないですか、この下。下は若干残します。下は若干多分ロゴが隠れてる方がかっこいいので、若干下は残します。完璧に見える。見えない。完璧に見えるようにはしません。ちょっと見えないぐらいにしようかなと思います。で、そしたら、ね、まあ、ここら辺来ると、細かい作業になってくるんで、ペン、種類っていうか、サイズをね、こう、いじって落としていきます。で、この隙間とかね、ちゃんと消していきます。で、こう消すときなんですけど、まあ、背景黒なんで見づらいって方は、レイヤー開いて、この色反転。あるんで、まあ、別に全然色反転して見えてる部分をこう消していくのもありだと思います。でも正直これはもう俺は黒でやっていきます。これまあ正味大雑把でいいんでね、正直ここら辺は。よいしょ。この羽の隙間とかこういうところが大事です。こう消していくときに、要はこの隙間とかあるじゃないですか、こういうのをほんまに7ぐらいにして、こうやって
隙間を消していきます。まあこれちょっとねめんどくさい作業なんですけど、まあいい作品作ろうと思ってるね、こういう作業もしないといけないんでね。で結構なんかまあ、よく勘違いされてるのが、まあ、最近始めた方とかに勘違いされてるのが、デザイナーさんだけしか知ってるなんか簡単なやり方とかあるんじゃないのみたいな思われてるかもしらんけど、実際はこういうなんだろうめんどくさい作業の連続なんで、そういった簡単な作業とか一切ないんで、なんかそのなんだろうな、まあ簡単な作業というか、まあ簡単やけどめんどくさい作業が多いんですよね。でそれをどこまで、切り詰めてできるかで結構作品とかの見栄えとか変わってくるんで、実際なんかデザイナーさんだけが知ってる特別な技術っていうのは ほぼないです。はい、なんでなんかもしね勘違いされてる方がいるのであれば、違うよって感じです。実際はこういうめんどくさい作業をひたすらやってるって感じです。まあその作業をね楽しめる人がやっぱ上手くなっていくんじゃないかなと思います、多分。はいでまあこの消していく作業ね、ちょっとめんどくさいんで雑談しながらでもやりますか。でまあよく生配信とかね最近よくやってるんですけど、生配信でね、僕アミューズっていうチーム入ってるんですよ。まあねこのロゴのね、まあ、デザイナーチーム、優勝依頼限定のデザイナーチームで、まあここだ基本的には優勝依頼、まあ有料の依頼を受け付けていて、有料の依頼のみねを受け付けててやってるんですけど、まあアミューズにどうやったら入れますかっていう質問がねちょこちょこ来るんですけど、アミューズに入るには、まあ、基本的な技術は絶対必要なんですよね。でまあ技術は、僕以上、絶対には、はい、技術は絶対僕以上プラス社交性とかねそういうところも見ていくって感じです。でまあこの人雰囲気いいなとか仲良くなってきたな、まあまあある程度まあ基本的にねお金発生するんで、やっぱアミューズは身内で固めてるんですよ。身内って仲いい人で固めてて、いやお金発生するんでレスポンスが早い人とか、やっぱレスポンス遅かったら依頼者さん待たせるんで、そういうのも関わってくるんで、基本的には仲いい人プラス、僕より上手い人っていうので、基本的に基準を見ていきますって感じです。まあ異例はあるんですけどね、まあ、今は基本ロゴデザイナーさん、マスコットロゴができる方とかを主に集めていて、でその方とかがもしねロゴデザイナーさんとかが入りたいって方いたらね、まあ、またそういう募集かけてますので、はいって感じですまあ基本的な勧誘なんですけど、ロゴデザイナーさんは随時募集中って感じです。それ以外のこういうアイコンとかヘッダー作る方は勧誘のみですね。やっぱお金関わってくるとね、一つの依頼なんで、そこに対してはねやっぱちゃんとやっていかないといけないんで、そうなってくるといきなり知らない人を入れるよりかは知ってる人を入れる方がやっぱ安全かなっていう面で、依頼料だけ持ってね逃げられたりとかしたらたまったもんじゃないんでね、はあまあそんなことはねないとは思うけどね、ほぼほぼの人間が。まあでも何があるかわからないんでね、ちょこちょこ見るんでね、デザイナーさんに逃げられたみたいなツイートやべえデザイナーいるよなそう考えたらすごいよね。でだって依頼受ける側がさ一番その時間の苦労とか知ってんのにさ、それがなんか逃げるってすごいよな。マジでなんか関係ないんやろな、自分が苦労して作ったこととかも全部忘れちゃってるってことなのかな。なんかちょっと悲しくなるねいやなんか依頼者が依頼して逃げるっていうのはよく見るんよね。やけどデザイナーさんが依頼料をもらって詐欺するってなんかね、その作品作る苦労は一番デザイナーさんがやっぱ分かってるわけやん。やのにその中で逃げるってなんかひどいやつもいるもんだなと思ってまああんまりいないんですけどね、今まで見てもほんまに1年半2年ぐらいデザインやってるけど、まあそういうのを見たまだ数件やねんけどな、ほんまに10桁もいってないぐらいやねんけど、まあでも実際いるのはいるときはいるっていうか、まあいるそういう人もいるんやなと思って、へーみたいな感じいやー消すの大変ですね。これまあ羽の周りとかはね綺麗に消していきましょう。まあこういうところマジで細かくできる人が強いかなと思います。強いかなっていうか、まあ普通にすごいかなと思います。めっちゃかっこいいよね、もうこう見ただけでもほらかっこいいじゃん。でまあ大事なのはね、こういう細かいところを消していくのが本当に大事です。
まあ、ちなみにアミューズは詐欺は絶対ないと思ってください。思ってない人がないですね。もう俺ここまでなんかね、変にチャンネル登録も伸びちゃって、顔も出してるし本名も出してて、ほぼ身バレもしてて、まあ、その中でね詐欺するほどなんかバカじゃないんで別にお金がめちゃくちゃお金欲しくてやってるわけじゃないんで、下手もっとね効率のいい稼ぎ方とかあるんですよ実際ね。まあデザインが楽しくてやってるんでね僕らは。なんでまあでもデザインが楽しくてやってるけど、そこに対してね対価を払ってくれることも、要は自分の技術が認められてるってことに対してね、ある程度のそのなんだろう、達成感というか実感とか優越感なんかな、わからないけどあるから、そこに対してねなんか依頼者さんを裏切ることは一切ないし、やっぱそういうこう期待を持ってね依頼してくれる依頼者さんにはやっぱし最高のクオリティをね届けたいんでね、やっぱしだからまあ詐欺とかは一切ないですね。するほど僕らバカじゃないんでねたかが実際そんなさ10万20万じゃないや、依頼なんて8000円1万以内で収まるもんじゃないですか。依頼って8000円欲しさに詐欺する人ってちょっとあれよね、育ってきた環境が多分悪かったんやろうな。しゃあない、許してあげようちょっとここ残しとこうか、この黒い部分。そっちの方がなんかおしゃれやね、あの色残ってるのが今おしゃれかなと思ったんで、ここは絶対消した方がいいけど。で、あのさっき言ってた下の部分ちょっと残すっていうのはこの部分ですね。ここちょっとなんかモヤがあった方があのおしゃれかなっていうことでちょっと残してます。もうちょっと消していいかな、ちょっと一回消して様子見てみます。あ、こんな感じでいいね。うん、こんな感じやったらいいかなと思います。はい、ということでそんなデザイナーさんの話してる間にね、詐欺の話をしてる間に、ここまで完成しました。はい、で、ここまで来たらね、まずは4のレイヤーに合わせて新キャリア追加をします。で、新キャリア追加をしたらフィルター開いて個数値が押します。で、10ですね、半径10で真っ白にします。で、決定。で、またレイヤー開いて普通って欄を押して大バレで、若干ね不透明度落とします。50ぐらい。はい、そうすると分かるかな、若干境界線できるんで、これだけであの雰囲気変わってきます。全体像で見てもこれなしね、でこれありね、こういう風にちょっとねロゴがちょっと主張が強くなっていい感じになります。でもこれ結合しちゃいましょう。で、4と3のレイヤーもね、もう結合しちゃいましょう。はい、で、まあもうこの今この何もないレイヤー、何かあるレイヤー、何かあるレイヤー、何かあるレイヤーになってるんですけど、またねここに新キャリア追加をします。で、5のレイヤーに合わせて、ブラシに変えます。で、ペンハード、太さ大体100ぐらい、まあ、100ぐらいでいいです。タップをします。で、今真っ黒なんで、色反転白にしちゃいます。で、もともと白の人は白のまんまで大丈夫です。で、そしたらねフィルター開いて、移動ぼかしってのがあるんで移動ぼかしをします。で、強さマックス、方向いじらなくて大丈夫です。はい、で決定をします。そしたら、普通って欄を押してこれを加算発光にね変えてください。で、レイヤーの移動押します。でもこのクリっていうのをオンしてください。このね操作のクリっていうのをオンにしたら2本の指で回転させながら、僕は今回の右斜めから光が入ってる感じにしようかなって感じです。はい、そうするともうこんな感じで、完成といった感じです。15分経ってないよね、全然まだ時間は経ってないと思う。うわ経ちそうやんまあいいや。で、まあこれ最後になんですけど、僕よくあるのは全レイヤー結合してこの一部だけ黄色い色入ってる時とかあるじゃん。で、これを色変えたりする時あるでしょ、あるじゃないですか、こうやって色変えたりする時。まあ別にこの色合いで変えてもいいんですけど、僕の場合は基本的にはこいつをもう一回複製して、7のレイヤーをね、フィルターで再度落とします。マックスまで決定。そしたらレイヤー開いてこの一番下にある色合いカラーね、これカラーの色合いっていうのを押します。そうするとね、こんな風に色変えれます。あとは彩度をマックスにしてこうやって変えるとこれでも色変えれます。まあお好みの方を使ってください。場合によって色合いの方がいい時があります。なんでかっていうとね、色合いするとほぼ色が割れなく色合いを変えれることができるんですけど、こっちの場合ね、ちょこちょこ色が割れちゃったりする時があるんですよね。これまあまあ場合にはよるんですけど、この、まあ、色割れるっていうのはまあこんな感じで、こんな感じなんですけど、これもわざと割らしてるんですけど、今彩度マックスまで上げてね、
でもサイドもいじらなくてもこう色合いを変えた時にたまに割れる時があるんですよ色。まあちょっと今回はね普通に色が統一されてるんで割れないんですけど、まあ、色が統一されてない時ってちょっと色割れしちゃったりする時があるんで、そういう時はね、先ほどの色合いっていうのを使うと、まあ、ほぼ割れずにいけるかなと思います。まあ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 それは好みでやってください。その場に応じてね、状況判断で変えてみてください。であとちょっとした小技なんですけど、最後にね、まあこういう風に前例や結合したやつを普通ってのを開いてね、オーバーレイとか押すとこういう風にコントラスト変わったりして、また一味違った作品になったりするんで、まあここら辺も覚えておくといいと思います。で基本的にこのオーバーレイの使い方を教えてくださいとかあるんですけど、まあこれマジでほんまになんかなんとなくよくなるやつって覚えてもらえたらいいかなと思います。ソフトライトとかなんかこういじってるうちに、おこれめっちゃええやんっていう時たまにあったりするんですよね。まあほぼ今はないかなっていう風に、まあこういじったりするといいかなっていう時があるんで、まあ、基本的にやるのは最後に、まあ、僕はオーバーレイかなと思います。あ、焼き込みカラーもいいですね今回。あのちょっと要は何だろう、聖騎士っぽい感じなんで、こう上から光があってこう英雄っぽい感じにねするのもおしゃれかなっていうことで、こう上焼き込みカラーで光を強くするのも全然ありかなと思います。ということで今回焼き込みカラーをね65にしたいと思います。ということで、今回は完成です。で、これ最後に、この前ね、あの生配信でアドバイス配信というのをしたんですけど、その際にね、なんかまあこう完成した作品ってこうなんですよ。で、まあ基本的にここに名前が入ってるんですけど、まあ今回ちょっと名前入れてないんですけど、めんどくさいんで、なんだろう、完成した作品と投稿する時の作品って違うんですよ。どういうことかっていうと、レイヤー複製してね、これ若干縮めます。こうやって縮めて背景をねぼかします。フィルターでガウスぼかします。で若干明るさも落としていいかなと思います。ちょっと間違った、ごめん。若干ね、妙、まあちょっと待って、妙度でいいよ。まあ明るさ落とします、こうやって。でこいつに新しくレイヤー作って、新規レイヤー作って、フィルターで光彩内側押します。でここでねもうオーバーレイ押しちゃいます。でそうするとねこんな風になります。でまあこれ結合しちゃって、でまあここに普通は影入れるんですよね。複製してこっちの8のレイヤーをフィルターで1500円くらい真っ黒にします。ちょっと作業早いと思うんで何回か見直してくれたらと思います。最近ちょっとあの上級者向けっぽくなってきてるんで、そこら辺把握してもらえたら嬉しいです。でガラスぼかしで、まあこういう風に影つけます。でこれが基本的にはツイッターとかで投稿するときなんですよ。でここにまあサインロゴとか入れたりしてね、まあサインロゴ持ってる方はサインロゴ、まあない方はね適当にフォントで筆記体とかでなんかここに自分の名前とか入れたりするといいかなって感じなんですよ。でここで投稿するのがまあ基本的な感じなんですよ。やけどまあちょっとやり始めた人とかは勘違いしてて、これがなんかこれも一つの作品、まあ作品っちゃ作品やねんけど、どちらかといえば多分ねこっちの方が普通にかっこいいよ。普通にこっちのこのままの方が、要はツイッターのアイコンとかにする際にこっちの方がおしゃれなんよね。だからまああくまでこれはあのツイッターに投稿する時の形っていう風に覚えてほしい。うん、だからその出来上がった作品バーンじゃなくて、何かにこう乗っける時とか投稿する時とかにおしゃれに見せるやり方やと思ってほしい。だから基本的にツイッターのアイコンとかにする時はやっぱこのままの完成形の方が、いいかなと思います。はい、そこねちょっと昨日2日前かな配信しとって思ったんで、そこだけ皆さん、まあそんな感じだよって覚えておいてもらえたらと思います。まあ一つのね知識として覚えてもらえたらなと思います。ということで今日はね、こういったちょっとねおしゃれなアイコンの作り方講座でしたってことで、はい、このね消すところ皆さん頑張ってやりましょうってことで、あちなみに今日教えたあのなんかサイトは著作権フリープラス貴族権とかも必要ないんで、優勝依頼等で使って大丈夫、大丈夫なサイトなんで、なんか別に自由に使っちゃってくださいってサイトなんで、今日はねそのサイトを紹介したって感じです。はい、ということで皆さん、お疲れ様です。さようなら、バイバイ。あ、多分そう。調べた時はそうやってね、もし間違ってたらごめんなさい。いや、多分ね、そうやったはずなんで、調べたらね、そういう風に、サイトに載ってあったんで、一応まあ皆さんも確認してから使うようにしといてください。一応、怖いんでね。僕は確認したんですけど、多分間違ってなかったはず、このサイトなんで、もう一度僕の方でも確認しようかなと思います。ということで、皆さんお疲れ様です。バイバイ。